こんにちは、ポップです。エフェクトチャンネル。6月2日木曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしてきます。昨日から今日にかけての為替相場は、なんといってもドル円が130円に到達。このようなドルの急上昇が一番の大きな動きとなりました。このドル円の上昇の背景としましては、 昨日23時に発表されましたアメリカの ISM 製造業景況指数。これが結果より、事前予想よりも結果が良かったというところで大幅に上昇につながったという形ですね。それではまずは昨日の経済指標、ISM 製造業景況指数を見ていきましょう。こちら、昨日6月1日の23時ですね、ISM の製造業景況指数が発表されまして、 事前予想54.5に対しまして56.1という形で圧倒的にね予想を上回る結果。そして何よりも前回の55.4。これを上回ったというところが、今まで右肩下がりの経済指標がアメリカ続いておりましたが、少しねここで V 字回復とまではいきませんが、前月よりか上回った。こういったところが予想よりも良かったところ。 そして、前月よりも良かったところのサプライズで大きくドルが上げたという形でございますね。この ISM の製造業景況指数が良くなりますと、やはり利上げ圧力が強くなる。そういった形でアメリカの長期金利は一気に急上昇ですね。2.9%半ばぐらいまで一気に上昇しまして、その影響でドル円も上げる。ただ、アメリカの長期金利の急上昇に関しましては、 株式相場には逆風が吹くということでダウの方は下げて終わった形でございます。それではね、順番に解説をしていきますが、順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、豪ドルベドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 それではね、クロス円、ドル円の前にですね、先ほど少し触りました、昨日の株式相場、こちらを見ていきたいと思います。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、マイナス176ドル。終値で32,813ドルということで、寄り付き直後は上がったものの、最終的には下げたマイナス0.54%の下落で1日の取引を終えました。 下げた要因は先ほどお話した通り、ISM でこれはね、長期金利が急上昇してしまったために、株式相場には逆風が吹いたというところでございます。そして本日の東京マーケット、日経平均は前日比、マイナス44円、終わり値で27,413円ということで、こちらは0.16%、わずかな下落で1日の取引が終わる形となりました。 よりつき直後はですね、ダウの影響を受けまして、比較的ね、大きめの下落からギャップダウンでスタートしたんですが、まあ、引けにかけまして、買い戻しが入りまして、えー、ほぼね、マイナス圏の影響がない44円安という形で終わった形でございます。それではね、今後も円安方向のトレンド、続いていく可能性が非常に強い、まあ、ドル高も強いというところでございますが、個別のね、クロス円から順番に解説をしていきましょう。 はいえー、まずは、ね、ドル円相場、えー、注目のところ見ていきましょう。えー、昨日ね、129円50銭。ここで一旦レジスタンスが入りますよというね、まあ、水平線も週末スペシャルで引いておりましたが、この129円50銭、ここを超えるかどうかというポイントがありました。まあ、一旦ね、えー、この陰線が1回、2回と、ね、出る場面がありましたが、えー、ISM の大幅な上昇によりまして、 これは長期金利が上昇。そしてドル円の方も一気に130円まで駆け上がっていったというところですね。そして今日に入りまして、少し、ねえー、まあ急激に伸びてきたものの、えー、少し、ね、調整が入るということで、今130円付近をうろうろ、少し、ねえー、割り込んでいますが、結局のところ、ね、今までのレジスタンスでありました129円50銭。まあ、ここまでの調整はあるかもしれませんが、基本的にはね、 ショート勢が弱まっているというところ、まあ、弱まっていると言いますかね、弱っているという形でしょうかね、かなり踏み上げられてしまっておりますので、まあ、そう簡単に下げるのはないかなと。一旦は129.50のサポートを狙っていきたいところでございますので、まあ、このあたりは、ね、高値付近だからといって、ショートを取るという選択肢もあるかもしれませんが、 そういったところもね、もちろんよろしいかと思いますが、えー、直近の高値にね、ストップロス、えー、ストップロスを置いて、ショートというのもよろしいかもしれませんが、ただね、えー、と、今から入っていくという形であれば、1回129.50、昨日のレジスタンスラインのサポートを見るというところが、手堅くね、えー、20から30ピップス取れるんじゃないかというところでございます。よって、高値圏だからといってですね、まあ、ショートで入るのも一つね、高値にストップロスを置いて、手段としてありかもしれませんが、今は、一1回押しを待つところ、 移動平均線24を割り込みましても、129.50。ここでは、えー、昨日のレジスタンスラインとしてありますので、一回はね、サポートが入りやすいところ。ここで、えー、129円50銭付近で陰線陽線のサポートが出たところで、しっかりとロングを取りつつ、えー、昨日の高値付近で一旦利格これは130円を少し超えたところですね。まあ、こういったところでね、まあ、30ピプス前後取っていくのがよろしいんじゃないかと考えておりますので、 皆さんの相場感とともに、えー、ドル円の方ね、えー、まずは高値圏でございますが、えー、一旦129円50銭の押、えー、し、えー、反発を待つ、このような考え方で攻めていただいてはいかがでしょうか。はいえー、以上でね、ドル円相場の解説を終わりまして、続きまして、ユーロ円の解説に入っていきましょう。 ユーロ円に関しましては昨日のドル円の伸びに対して少し、ね、伸びがないというところ要はユーロや他の通貨はドルに資金が吸い寄せられてしまったということでユーロ円に関しては少し、ね、高値圏ではございますが上げ渋っているというところでございますそして今まで上がってきました移動平均線24これは、ね、右肩上がりということで上昇トレンドを継続しておりましたがちょっと、ね、横ばいになりつつ138 0円1 3円50銭、まあ、この辺りで 三角の持ち合いが出てきておりますので、まあ、この三角の持ち合い、もしくはですね、この直近の高値と安値を結んだレンジ相場、こういったところを、ね、意識する相場でよろしいかと考えております。そうなりますとね、ちょっとこの三角持ち合いというところ、これは非常にフェイクが入りやすいというところなので、まあ、身長を期す方にはですね、昨日の高値の139円付近のレジスタンスと、あと昨日の安値ですね、 えー、一旦サポートを受けたところですね。安値といいますか。これが138円25銭。138.25ですね。まあ、このあたりで、えー、推移しているという形でございますので、一つね、レンジ相場。えー、こちらの、えー、三角持ち合いを抜けたとしましても、直近のレジスタンスサポートを抜けるまでは油断できないかなと思いますので、まあ、このあたりね、レンジ相場を一つ想定しながら、レンジブレイクを狙っていく。今の段階では優位性のあるトレードができませんので、 上方向に上げた場合は、139円の少し下、この直近の高値付近を超えてからですね、その上側で陰線陽線が出ましたら、しっかりとレンジブレイクというところを確認できますので、ここはロングを取っていく。そして、下方向の138円25銭。ここの部分を割り込んで、そしてね、138円の切り板、サポート入るかもしれませんが、138円25銭の下側で陽線から陰線。 このような形でショートを取れるような状況になるかなと思いますので、ちょっとね、三角持ち合いで今後動くかもしれませんが、直近のレジスタンスとサポート。ここを上回ってからのサポートでのロング。そして下回ってからのレジスタンスでのショート。まあ、ここを狙っていく形がよろしいんじゃないかと思いますので、これも皆さんの相場感と合わせて参考にしていただければと思います。はい、以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続きまして、ポンド円の解説に入っていきましょう。 えー、ポンド円に関しましても、まあ、こちらは昨、ねえー、日、ドルに資金が吸い寄せられてしまって、ピークは、ね、欧州時間の初動につけたところでございますが、えー、ISM の製造業景況指数、まあ、その後はです、ね、ドルに吸い寄せられて、対円でも、ねえー、ポンドの方は下げてしまったという形。えー、こうしますと、ねえー、先ほどユー,ロドル、えー、ユーロ円に関しましては、えー、三角持ち合いという形でございましたが、こちらは弱、ね、気の三角持ち合いに推移しつつあるということで、 少しね、ネガティブな下方向に行くところを意識しないといけないかなというところでございます。よって、えー、このね、三角形のところ、えー、サポートラインが162円、これ過去にね、レジスタンスやサポートも入っておりますので、まあ、ここのブレイク、狙っていく方法も一旦ありますが、この場合はですね、一旦下げ止まって、えー、これね、V 字で回復する、フェイクにね、騙されてしまうケースがありますので、 この、えー、抜けたところに入るという選択肢もいいんですが、私としましてはですね、えー、入れないかもしれませんが、一旦割り込んで、そのサポートラインの162円の下側での要戦、因線ですね、これを見た方が、えー、勝率の方はね上がっていくんじゃないかと思いますし、えー、フェイクには騙されにくいという形になりますので、この弱気の三角持ち合いが上方向で出ているところ。 これはね、下髭で上方向上がっていってしまう可能性がありますので、しっかりと抜けた場合には一旦置いて、162円の下側での要線、因線、これを待つべきかなと考えております。そして、ロングに関しましては、これね、三角形の弱気の持ち合いでございますけど、もちろん上に抜けることもあります。上に抜けた場合は、163円付近でね、ちょっとレジスタンス機能が入ってますので、まあ、ここがレジスタンスとして機能するかもしれませんが、 この上に行った場合は少しチャートの方を消させていただきますがこの移動平均線24の上側でのサポートが入ってからですね一旦上方向にピョンと上がってこの移動平均線24の上側で陰線予選これが起こったところでロングを取ればいいかなと思いますので単純にね上に吹き上げたからといって飛び乗るのではなく移動平均線24の上側でのサポートを見てからのロングがよろしいかと思いますのでまあ160 2円のこの弱気の三角持ち合い、割り込んでからのレジスタンスを狙っていくか引き上げた場合には移動平均線24の上側でのサポートを狙っていくかまあこのような形でショートとロングを狙う形でよろしいかと思いますのでこれも皆さんの相場感もあろうかと思いますが一つの意見として参考にしていただければと思いますはい以上でねポンド円の解説終わりまして続きまして5ドル円の解説に入っていきましょう 5ドルの方はね、昨日のその ISM の発表までは非常に強い相場でございまして、これは4営業日連続、ね、上昇トレンドがひたすら継続していたという形でございます。その上げ幅に関しましては、スタート地点が、ね、こちらの90円ぐらいのところから一気に、ね、93.50タッチしましたので、350ピプス、こういった、ね、上昇を繰り広げておりましたが、 今日は陰線が連続しまして、今も移動平均線24を割り込むということで、少し、ね、調整の色が濃くなっておりまして、この上昇トレンドの中で陰線が、ねまあ、ここまで続いたのは初めてかなというところで、少し、ね、トレンドの転換を見ていく必要もあろうかと思います。えただね、この上昇トレンドの後、えー、すぐ、ね、これは、えー、下落トレンドになるかといいますと、それは、ね、考えにくいかなと。少し、えー、時間を、ね、かけてです、ね、レンジ相場を継続するという形になろうかと思いますので、 えー、今日のところはね、この93円と93.50。ここのレンジをね、一つ見ていただければと考えております。いわゆる、えー、昨日のね、えー、高値部分と、えー、このサポートが入りました93円ですね。まあ、ここの部分のレンジ相場、50ピップスを見ていただく。まずね、えー、こちらの、えー、93円付近での陰線陽線が、陰線陽線が出たときにはロングを取りつつ、逆に割り込んでしまった場合は、その93円の下側での陽線陰線ですね。ここでショートを取っていただく。 よって93円よりか上側でのサポートを受けるか、93円を割り込んでの要線陰線でレジスタンスを食らうのか、まあ、こういったところで、ね、まず1つ判断をいただければと思います。あと上方向に行った場合は、えー、昨日の高値の、ね、93.50、ここでもレジスタンスが入りやすいという形でございますので、この93.50付近での要線陰線が起きた場合には、一旦はショートを狙えるかなと。えー、ただ、ね、要線が続いてしまって、この93.50。 これ、吹き上げた場合は、再度上昇トレンドに、えー、これね、ちょっとレンジ相場が成り立たなかったということでございますが、その場合はね、抜けた瞬間に入りますと、また上ヒゲでやられてしまうケースがありますので、ここもですね、少なくとも15分足、できれば1時間足での陰線陽線ですね。ここを見てからのロングという形で、まあ、2つのね、93円と93.50、ここのあたりのプライスアクションを見ながら、93円下側では、えー、割り込んだところの陽線陰線でショート。えーこ 93円付近の陰線要線でロングを取りつつ93.50でのレジスタンスが見えたら要線陰線でショートを取りつつ上抜けて要線が続いた場合ですねその瞬間入るのではなくて一旦ね押しを待って押しが浅くて93.50の上側で陰線要線が起こったところではロングこのような形でね2つのこのね抵抗線を見ていただきながらご判断いただければと思いますのでよろしくお願いいたします 以上でね、5ドル円、そしてクロス円の4ペア、4通貨の解説終わりまして、続きまして、ドルストレート、3ペア、3通貨の解説に入っていきましょう。ドルストレートはね、今まで上昇トレンドが繰り広げておりましたが、ちょっとね、もう上昇トレンドというのは厳しいかなと。レンジ、もしくは下落トレンドに変わることも考えつつですね、ちょっとチャートの時間軸を広げて見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはユーロドルから見ていきましょう。 はいえー、こちら少しね、えー、クロス円に対して長めのチャートの時間軸。ただね、えー、これは1時間足という形は変えておりませんのでご覧ください。えー、今まではね、えー、ひたすら上昇トレンドということで、まあ、移動平均線もぐにゃぐにゃしながらもですね、えー、上昇トレンドを繰り広げていたという形でございますが、今週に入って、あれあれ、えー、ちょっと様子がおかしいなということで、えー、少しね、下がってきてしまった。この調整は今までの上昇トレンドで一番、えー、長いという形。 そして、えー、私の、ね、一つメドとしておりました1.6050、これ、昨日一瞬割りましたので、あ終わったかなというところもあったんですが、一旦ね、下髭をつけまして回復、今もね、少し上方向に伸びておりますので、ちょっとこの1.0650、ここでの割り込みか、サポートとかによって、今までの、えー、上昇トレンド、レンジ相場が継続するのか、それともね、下落トレンドに転じてしまうのかというのを、えー、判断いただければと思いますね。 よって、この1.0650、このままですね、サポートが入って、今ね、移動平均線タッチしておりますが、再度ね、これ、押し目をつけて、1.0650、割らずに、陰線要線のサポートが入った場合、ここはロングを取っていただければと思いますので、まずね、伸びてるところ飛び乗るんではなくて、押しを待って、押しがね、1.0650、割らなくて、陰線要線が入ったところでロング。逆に、これからスコンと落ちてしまって、1.0650割り込む。 この下側でのレジスタンスですね。抜けた瞬間に入りますとフェイクがありますので、これ抜けてからの、えー、今までのサポートがレジスタンスに切り替わった。まあ、こういったサインがあれば、残念ながら今までの上昇トレンドは、えー、レンジ相場をね、まあえー、これをね、レンジを後からね、見ますと、この1.0650から1.0750。まあ、こうなってしまいますが、レンジを下にブレイクしたということで、下落トレンド。 1.06や1.05。まあ、こういったところまでの下落もね、見えてきてしまうかもしれませんので、ぜひね、この1.0650。ここの部分でのサポートを受けたかどうか。それともね、割り込んでしまってレジスタンスを受けるか。まあ、こういったところでロングショートを狙いつつ、1.0650を挟みながらレンジ相場になってしまったら優位性のあるトレードはできませんので、ここのあたりは見送るというところでよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、 続きまして、ポンドドルの解説に入っていきましょう。えー、ポンドドルも時間軸を、えー、長く、ね、取らせていただきます。えー、このような形で、ね、ユーロドル同様、今までは上昇トレンドが継続しておりましたが、ちょっとね、この強気の三角持ち合いが出てきまして、これはね、下方向にブレイクしてからは、今週に入ってからですね、大きく下落。そして、昨日の ISM でねとどめを刺されちゃった感じですね。 今までね、この1.25を上回っていれば、ここはね、えっ、ー、と、レンジ相場、もしくは上昇トレンドの一環ですよというお話でしたが、スコーンとね、割り込んでしまいましたので、ちょっと弱気相場。えー、ただね、今、敗者復活戦ということで、この1.25、これが戻れるかどうかというね、えー、ちょうど分岐点、今ね、若干タッチしておりますが、ここの部分でのプライスアクションをしっかりと見極めていただければと思います。 そうなりますとね、ちょっとチャートの方、これは時間軸を元に戻しまして、えー、この1.25、ここの部分の勝負を見届ける。今ね、こちらの1.25、ラインを引かせていただきましたが、ここの部分がサポレジになったところでポジションを取ればよろしいかなと。今、えー、このね、1.25、えー、にタッチしておりますが、再度ね、この要線が陰線になってしまった場合ですね。要は移動平均線24と、この1.25に頭を押さえつけられて下落してしまった場合。 ここはしっかりとショートを狙っていくパターンかなというところとあとね1.25敗者復活戦で上回りましてその上側でですね金銭要線のサポートがあった場合はこれは移動平均線24も味方につけることができるという形になりますね、まあ、こういった形でロングを取りながら再度ねこの1.2650、まあ、ここまで上がるかどうかは分かりませんが上昇トレンドに転換するところを見ていく ということで、この1.25の攻防というのは非常に大事になると思いますねこの下側での要線因線でショートを取りつつ、上回った時には、そのね、上回ったところで乗るんではなくて、しっかりとその上側での因線要線でロングを取っていく。このような考え方でよろしいかと思いますので、今のね、1.25、ここには注目をいただきつつ、上方向でサポートが入ったらロング、下方向でレジスタンスを食らったらショート。 このような感覚でよろしいかと思いますので皆さんの相場感とともに想定通りの動きになったところのみポジションを取っていただければと思いますのでよろしくお願いいたしますちなみにですねこの移動平均線付近でうろうろ1.25付近でうろうろした場合は優位性はないのでこれは様子見という形になりますので付け加えさせていただきますそれではポンドドルの解説を終わりまして最後となりますが5ドルベードルの解説に移っていきましょう 5ドルベイドルはね、なんとか0.7150、こちらで耐えているというところでございます。少し長い時間軸にしてみますと、今までね、レンジと上昇トレンドを繰り広げておりまして、これは上昇トレンド、そしてレンジ相場、上昇トレンド、レンジ相場、上昇トレンドのレンジということでね、昨日のこの ISM の前までですね、一気に上抜けるかというところでございましたが、 これね、V 字、逆 V 字で戻ってきてしまいまして、一旦この0.7150、ここをね、割り込んでしまいますと、やばいというところを割り込んだんですが、これ結局ね、あの、下髭で戻っておりますので、こちらも合わせて敗者復活中という形でしょうかね。そうなりますと、この0.7150、ここの今週に入りまして、サポートとしては明確に機能していまして、まあ今日もね、下髭で一回抜けるかと思われたんですが、V 字回復。 となりますとね、まあ、昨日、1回上抜けましたが、ここのその前のです、ね、レジスタンスラインの0.72ジャスト、ここの、ね、レンジ相場が濃厚だと考えておりますので、この辺り、ね、しっかりと今、サポートが入っておりますので、0.7150、ここの部分での陰線陽線でしっかりとロングを取りつつ、上方向は0.72付近で陽線陰線が出てしまった場合、これは、ね、しっかりとショートを取るべきかと考えておりますので、まずはこの50ピプスのレンジ。 20から30ピプス狙っていくという方は狙っても良いと思いますただねこれレンジ相場のブレイクもね見ておかないといけないという形でこのままね上がり続けて陽線が0.72これをぶち抜けてしまった場合ですねこれは抜けた瞬間に入ってしまいますと上髭で引っかかってしまうケースがありますのでしっかりとね陰線陽線のサポートを受けてからこれはねロングでも十分ねトレンドが出た場合は間に合うと思います逆に今反発こそ入っているものの 最後ね、何かのきっかけで7.15割り込んでしまった場合、これもね、下髭で今戻っているというところでございますんで、まずね、割ったところで入っていくところよりもしっかりと戻りが弱いところを確認。戻りが弱いというのは今までのサポートラインがレジスタンスラインにして機能した場合、これが切り替わった場合ですね。この栄養線陰線が0.7150の下側で起きた場合にショートを取る。 こうなりますとね、移動平均線24の方も上から被かせてくるという形になりますのでね、移動平均線の下側での要線因線にも当てはまるので、こういったところ、レンジで勝負していくのか、レンジブレイクを狙っていくのか、ここにね、狙いを絞って、想定通りの動きをした場合、上がるか下がるかではなくて、上に行った場合のこのプライスアクション0.72付近ですね。そして下に行った場合のプライスアクション0.7150付近でございますが、このあたりの変化を見ながら、逆張りのレンジで勝負していくのか、 順張りの、ここはね、レンジブレイクを狙っていくのか、このような考え方でね、狙い球を絞ってポジションを取っていただければと思いますねよろしくお願いいたします。以上でね、今回の先進国通貨7ペア7通貨の解説を以上といたします。本日も21位から YouTube ライブを始めていきますので、 まあお仕事が終わりながらトレードをね始めようかとね考えている方、最近の相場感を知りている方、何か質問がある方ですね、ぜひリアルタイムの FX ライブにご参加いただければと思います。そして明日はね、アメリカ雇用統計が控えるということで、明日もね、ライブの方もやっていきますので、引き続きね、また皆さんとお会いできることを楽しみにしております。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ポップがお送りしました。バイバイ。